の鍵を握る一本のビデオテープ、学校の様子を映した監視カメラの映像。卒業式1ヶ月前のこと。そこには逃げ惑う生徒たちの姿があった。昼休みの学校が戦場と化した。カメラは犯人の姿も捉えていた。銃を手に狙いを定めるエリック・ハリス18歳。廃墟となったカフェテリアをさまようディラン・クリボールド17歳。2人はこの高校の3年生だった。今年4月、アメリカ・デンバー郊外の高校で銃の乱射事件が起きた。犠牲者13人、犯人の2人も自ら命を絶った。Raven and crying and telling him not to shoot me. And so he shot the girl. I mean, she shot her in the head in front of me. 犯人のエリックとディランは高校でこう呼ばれていた。トレンチコートマヒ。その日の昼休み、突然の銃声にカフェテリアはパニック状態となった。当時学校には1000人以上の生徒がいたという。2人は生徒がより多く集まっている図書室を目指した。トレンチコートに身を包んだエリックとディラン、銃と小型爆弾で武装していく。無抵抗な生徒に容赦なく銃口を向け、本棚の陰に隠れていた生徒を見つけた。さらにカウンターの下に逃げ遅れた生徒を見つけると、ディランは迷うことなく引き金を引いた。学校から逃げ出せなかった生徒は教室にバリケードを作って隠れていたという。46分間の惨劇の終わり、彼らは銃口をこめかみに当てた。彼らの中で何が起きたのか。あの日、2人の心はスナップしたという。スナップ、その言葉の謎を追った。事件から7ヶ月、図書室は閉鎖されたまま。視界を閉ざす白い紙の向こうで2人は死んだ。 I'm Pam Patra, I'm assistant principal here. I don't want you to take pictures. This is a 取材を拒否する学校の職員、同級生の多くも事件については一様に口を閉ざす。犯人の一人、ディランの幼なじみブルックスが唯一取材に応じてくれた。小学校からの親友、高校では同じ演劇少年だ。ディランは面白くてとてもいいやつだった。ただシャイだから打ち解けるまで時間がかかるけどね。小学生の頃のディラン、ディランは地球物理学者の父、専業主婦の母に育てられました。裕福な家庭に生まれ、小学校から成績も優秀。どちらかといえばアート系の少年だったといいます。友達と撮影したビデオ、輪の中心にはいつもディランがいました。しかしこのアート系の少年にある変化が訪れたのです。そうだな、高校2年の頃だったと思うけど、黒いトレンチコートを着始めて、服装が黒ずくめになったんだ。We got her to successfully bitch out the entire cast in the dressing rooms because we kept screwing around on the headsets, like make little noise, and she finally got all pissed off and bitched out the entire. 自ら作ったビデオでトレンチコートを着るディラン。事件の1年前、トレンチコートマフィアに仲間入りをしました。なぜ彼は突然このコートを着始めたのでしょうか。我々はトレンチコートマフィアのメンバーの居場所を突き止めた。あれじゃねえか。トレンチコートマフィア、犯罪組織を意味するマフィアの名前。我々はそのメンバーに接触を試みた。高校のアルバムにある1枚の集合写真、10人ほどのグループ、トレンチコートマフィアがそこに写っていた。このグループのリーダーが取材に重い口を開いた。俺たちがトレンチコートマフィアを始めたのは、学校にいる体育会系の奴らから自分を守るためなんだ。アメリカの高校では生徒の多くが運動部に所属している。そして
コロラド州で数々のスポーツ大会で優勝しているコロンバイン高校では、スポーツは単なる部活動ではない。この高校ではアメリカンフットボール部がマスコミを招いて記者会見を開く。スポーツ選手は常に学校から特別扱いをされる。皆さん、私はここにいるスポーツ選手に大きな誇りを持っているのです。スポーツができるかできないか、それだけで高校生活は大きく変わる。一方、スポーツをしない生徒たちは自分たちで別のグループを作る。アート系やコンピューター好き、トレンチコートマフィア、そんなグループの一つだった。しかし、俺は体育会系のやつらの車に2回も轢かれたんだぜ。それだけいじめが悪質だったってことなんだ。4年間毎日空き瓶も投げられた。こんな毎日に耐えられる人間なんていると思うか。ヴィランやエリックも突然意味もなく廊下で集団リンチを受けていました。高校の4年間そんな日々が続いたのです。あの高校でスポーツをしない奴は負け犬なんだ。アルバムに残されたヴィランのメッセージ、連日続くいじめの屈辱、その屈辱はエリックとヴィランの中で少しずつ形を変えていったのです。我々はテネシー州にある刑務所へと向かった。二人と同じように学校で銃を発砲した少年がここに収容されている。18歳の時、同級生一人を射殺した。コンピューター好きで高校ではトップクラスの秀才だった彼はなぜ事件を起こしたのか。手錠でつながれたジェイコブ・デイビス被告。私はあの事件の日をもう一度やり直せるなら何だってします。私はこんなところで手錠をつながれて座っているような人間じゃないんです。私には輝かしい未来が待っていたんですから。あの時私の脳も体ももう耐えられなくなって突然崩れたんです。まるでダムが一気に壊れてしまうような感じです。エリックとヴィランの心のダムも決壊寸前でした。少なくとも250人は殺したい。二人はカフェテリアや図書館に生徒が集まる時間を弾き出し、エリックの部屋でその計画を練り続けました。放課後はこの本を参考に爆弾作りに没頭します。大好きだった虐殺ゲーム、2人はゲームの中のショットガンに似ているショットガンを探しました。事件前、エリックが描いた絵、男が踏みつけていたのは無数の死体の山でした。そして2人は銃を手にしたのです。いじめへの復讐、二人はスポーツ選手を射殺し、計画通り大量殺人を実行。その時二人は笑っていました。二人は最悪だった人生で最後の5分間だけでも楽しもうと思ったんじゃないかって思う。4年間の屈辱の日々、銃を乱射したあの日、彼らの中で何が起きていたのでしょうか。スナップ、その時心が裂けたのです。ヴィランが残した最後の言葉、どこへ行ってもここよりはマシだ。私は人生の中で誰かに自分を理解してもらったと感じたことはないんです。あの二人も同じです。彼らも誰からも理解されなかったんだ。だから事件が起きたんだ。白と青のリボンが結ばれた日、学校近くにある教会の庭に事件で亡くなった生徒全員の木が植えられています。ここにはエリックとヴィランの木もありました。植えられてすぐ被害者の遺族に切られた二
二人の木です。